バナナの皮バナナ人、もしくはバナナディンはバナナの皮から抽出されると言われている虚構の抗生新物質。1967年3月にバークリーバーブ市場でいたずらとして初めてその抽出法が紹介された。これを事実だと信じたウィリアム・ポーエルが1970年にアナーキストクックブック氏に再建したことから一般に広く知られるようになった。 アナーキストクックブックのレシピで得られるバナナ人は細かい黒色の粉末である。この粉末を紙で巻いたものに火をつけて吸われていた。1967年11月にニューヨーク大学の研究者がバナナの皮にこのような物質は入っておらず仮に吸っても偽薬効果しか得られないことを報告している。長年の間バナナ人は有名な都市伝説であった。またこの話題が転じて バナナの皮にはアルカロイドのブホテニンが含まれていると言われる場合もある。バナナ人は虚構の物質であるが、バナナの皮にはある種の抗精神作用を持つチラミンやドーパミンが相当量を含まれ、大量に摂取されれば人々に影響を及ぼしたであろうと考えられる。その作用としては血圧が増して高血圧になり、不整脈や死に至ることもあると考えられる。またバナナには トリプトファンも含まれ、これは体内のセロトニン量を増やす働きがある。セロトニン量が増えると感情の変化が起こり、うつ症状が減じるなどの効果がある。3日に一度バナナを2本食べることで体内のセロトニン量が16%増えるという報告もある。しかしトリプトファンに幻覚作用があるという言及はなく、実際は精神病の患者の幻覚症状を緩和するために、 トリプトファンが使われているほどである。バナナに含まれるインドールアルカロイドとしてはテトラヒドロベータカルボリン類がある。どの番のヒット曲メロイ・エローはバークリー・バーブ氏にいたずらが掲載されたのと同じ月にリリースされ、この曲はバナナの皮を吸った時の情景を表していると捉えられた。この見方はその後ニューヨークタイムズにも取り上げられた。数年経つとメロイ・イエローの曲の方が バークリー・バーブ氏の記事の元ネタになったという噂が広まった。2005年10月のラジオのインタビューでドノバンはシングルのリリースの1週間ほど前にサンフランシスコでこの噂をし始めたのはホーク歌手のカントリー上マクドナルドだと語った。マクドナルド自身も同様のことを語り、さらにこの噂が広まった後、ドノバンのコンサートに行く人たちがみんなバナナを買い求め、 品切入れになる店が続出したという話も付け加えた。1980年代にパンクバンドのデッドミリーカンもバナナの皮の幻覚作用に関する曲をリリースした。そしてついにアメリカ食品医薬品局まで調査を行うに至った。イギリスのテクノエレクトロ,ロックバンドプロディジーのアルバムエクスペリエンスのジャケットではリスペクトツーエブリワンアイブメット You are welcome round to smoke some banana skins anytime という一節が引用されている。レイス・ティーブンズのサーティー、ファイブイヤーオールドヒッピークラスリユニオンやフランクザッパのブルーライトスレードのサンクス・フォー・ザ・メモリーでもバナナの皮の幻覚作用についてほのめかしているような部分がある。1960年代のガレージロックバンドザ・エレクトリック・プランズは1967年の アルバムの中にザグレートバナナホークスという曲を収録した。1980年に制作された低予算映画ゲッティングウェイステッドの中には士官学校生徒が軍事学校でバナナの皮をパイプに入れて吸う場面が登場する。1987年10月に発行された楠スノ道春の漫画短編集さよならディセンバーにバナナ人を取り扱った作品。 バナナディンの夏が収録されている。ありがとうございます。